津山銀天街場所、あるね、津山川入口付近津山銀天街森家家門場所、元大町商店街川入口付近津山城の影場所、津山郵便局付近津山銀天街は、岡山県津山市元坂名町にあるアーケード商店街である。津山市の中心駅である、津山駅から約 1km 弱の位置にある、 L 字型で全長70メートルの商店街である。南側は、あるね、津山、西側は津山二番街、北側は元大町商店街へ続いている。天井の一部がステンレスやアルミ箔になっていて、通行人の姿や店の明かりなどが映っている。ミラーアーケードが作られたことで、天井を見上げると鏡のように反射することから、銀の天井に輝く街や、 銀幕などと例えられたことが銀店街の由来となっている。元大町商店街側の入り口には津山藩主であった森家の家紋をイメージした看板がある。津山郵便局付近の L 字型の角の部分の天井側面には津山城を描いた影絵が飾られている。津山銀店街は1961年に五福店や和菓子店など約40店舗で発足した。 当初は骨組みに白い布をかけただけのアーケードで、あったが雪で破損したため、1960年代後半から鉄骨を組み直し、銀色の鏡面シートを用いて、1975年に今のミラーアーケードに生まれ変わった。1976年度には1日あたりの通行量が1万5000人となった。しかし、 1997年には再開発によるビル建設に伴い、約110メートルのアーケードが姿を消し、約10店舗での営業となり、1日の通行量も多い日で3000人となった。ありがとうございます。